第38回プライムタイムエミー賞はテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで1985年6月1日から1986年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は1986年9月21日にカリフォルニア州パサデナにある カサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会は、デイビッド・レターマンとシェディ・ロングが務め、アメリカでは NBC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アート・エミー賞は先行して9月6日に発表された。主要部門の最多ノミネートは、コスビー賞の13部門で、セント・イルス・ウェアが10部門、ゴールデン・ガールズと、こちらブルームーン探偵社が9部門と続いた。 主要部門の最多受賞は、ジョケイジ、キャグニーレーシーの4部門で、ゴールデンガールズとセントエルスウェアが3部門と続いた。この年の受賞式からゲスト演技部門が復活した。受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、各個は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの合計で、 プライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。ありがとうございます。